ス、もうちょもう一ス。ここは戦場である。見てわかる通り私はコンバット。わかるな。部下がいる。早速部下を紹介しよう。第一分隊中央へ集合。何なんだこの野郎。よく聞いてる人の命令を中央へ集合って言ったの。今短いよな。中央って言ったの。音が短いよ。ここはこれで音が短いよ。音が短い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 。間に合わねえのよ。一緒に喋んな。ここが中央だよ。分かってるけどさ。ここへ音が短いのよ。音が短いのよ。だから怒られるんじゃないの。人のせいにすな。ここは戦場だ。名前なんちゅうの。あんたいいかいいかいいか、ね、うるさい。音が短いから怒られてるの。聞いたら頼むよ。で、俺らでも怒られるから。戦場で言い訳してたら命をなくすぞ。はい、はい、戦場に言い訳いらない。いはい、命令に従え。おい、中央へ集合って言ったら中央、ここへ集合。おい、はい、はい、テコを取る。はい、はい、スペン気をつけ。で、番号1、2、3。今なっつったなっつったの。さ、誰が見たって4だろうお前これ。お前え、3、なんで3なんだよ。4だよ。なんで3なんだ。間違ってる。4人いるんだから3じゃないよ。なんなんだおめえは。だ4だよ。4。中本お前がトロピコ頼んでくるんだよ。なんでかこの野郎。よせってんだよ。間違ってんの。間違ってんの。こいつ間違ったよね。あいさだ。もう年上なんだから、戦線に行く前に怪我してもしょうがねえんだから。4だよ。バカ野郎。出せ。気をつけ。番号1、2、3。またまただよ。ちょっと待って、ちょっと待って。なんだよ。私の前が2だ。バカー。あれ、何があれ。バカお前が2じゃないんだよ。2って言うからおかしいんだよ。あんたが間違ってんだよ。怪我人が出るから寄せってんだよ。4だよ。3だよ。3だよお前。みんなだからな、やっぱ先生の前に興奮してんだお前たちは。気持ちを落ち着けて、うん、ゆっくりやる、ゆっくりやるな。俺悪かった。丁寧丁寧しっかりしろ。はいはいはい、休め。気をつけ。番号。それが悪いんだよ。それが悪いんだよ。お前は1って言わなきゃいけないんだよ。あ、お前はもういい。なんで俺が番号って、なんでお前が番号って言うんだよ。今やって、これがやって。メスになってんだよ。だからお前は なんで俺が番号って、お前体調のなんで番号っていうの。あ、お前がどうして、あの釣られちゃうの。こっちから言うと性格が素直だから番号ってすぐ釣られちゃうの。あ、お前性格素直かなおめえな。番号って言っちゃうの。どうしたの。そんな素直って、そんなバカってんだ。そんな喜んでんだよ。こうやったら釣られないな。はいはい、俺もこうやったらな。さて、ごめんね。いて分かったよ。分かったってね。気をつけ。番号1、2、3。なんで3度割るんだってのでっかい声で3とか3って言っちゃう。ボキロボキロ当たり前だろうが。またお前声来て釣られて。釣られちゃうの声大きいから。じゃあここちょっと間開けてもいい。好きにしろよ。間開けてもいい。聞こえないにしろよ。もう聞いちゃうからいけないんだお前は。はいはい、すいませんでした。釣られるのよ今度は。どうもすいませんでした。どういたしましたよ。気をつけ。番号1、2、3、5。何だこれ。何だって。誰かいそうだもん。これだって間が空いて誰かいそうなんだもん。4がいそうなんだもん。だってやだ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 。怒んねえでくれよ。怒るよ。しょうがねえよ。だってお前よくねえろ。なんでもケツがビシッと決まんねえんだろうな。ケツは難しいんだよ。何面やっても同じだよ。これじゃお前ケツ難しいんだって。難しくねえよ。ちょっともお前どうやってやる。難しくないよ。じゃあやってみてもらう。で1、2、3の4ってくんだろ。で一番最後は総員4名現在4名異常なしと、これでピシッと決まる。あ、さすがだね。うまいやん。ちょっとやってみて。それは何もね、当たり前だこんなことは。やってみて。はい、いいですよ。やってみて。気をつけ。番号1、2、3、4。総員4名現在4名異常なし。おう、ご苦労様。今日の行動はまず六本木行ってたな。それからね、バーッと飲んで。なんでコンバットが六本木行くんだお前よ。なんでコンバットが六本木行って、六本木行って、何見てんだお前よ。貴様、卑怯なやり方が。本当にもうどんなんでだ。いいか、当然先生に言ったら戦う。はい、戦う。とりあえず当然銃を使う。
はい、銃の取り扱い分かってるな。これを間違えると大変なことになるからな。はい、いいな、銃を持って。はい、おっ、これ買ってか。これ1個でも銃ですよ。お前、いつからじいさんになったんだ。なんでコンバットがよっからセットって言うんだろう。いや、最近ね、おもむのを持ち上げる時に必ずね、最近も何もねえんだよ。お前はコンバット現役なんだから。若いだから頑張れよ、おめえ。若いだから若いだから銃の取り扱い間違えんなよ。はい、大変なことになるぞ。はい、休め、こうつけ、構えて。何を構えて銃を構えるんだよ。え、構えて、構えて、構え、1、2、3、撃て、ドンと教えたろ。構えて、いつの話。何、いつの話。昨日だろ、お前教えたの。え、そうだよ、昨日稽古したろ、お前。あ、稽古じゃないだから。教えたろ、昨日お前だろ。そういうことだよ、だから。あせ、気をつけ、構えて、1、おあおい、バカお前。まあ、こういうの暴発言ってんだ。こういうの暴発言ってんだ。今引き金に今入れてかけんなよ。触ったら出るよ、お前。さ、1、2、3、打てと言ってからドンだよ。すんません。すんませんって、すんませんだよ、お前。もうちょっと触っちゃった。ダメだよ、触っちゃ。ダメだよ、ちょっと触っちゃ。注意しろよ。はい、気をつけて、じゃあ、怖いぞ。はい。よせ、気をつけ、構えて。1、2、あ、ほら、ほら、ほら。また右指いってる。ほらほらな、お前にはこういうの持たせらんない、持たせらんない、こういうもの。こういうもの。お前ちょっとこれ保管しておくよ。せっかくの雰囲気を壊してくれ。行くぞ。おい、ちょい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 、いいんだよ。おい、手ぶらかよ。何が。なんか持つもんね、みっともねえ。だってみっともない、お前もともとみっともねえんだ、お前は。あれやだ、ほんと見えはるんじゃねえよ。これ持っておくよ。行くぞ、休め、気をつけ、構えて、1、2、3。ネタとしては決して新しくないぞ、これは。だいたい読んでる人、半分が読んでるよ、もう。こう来るなと。だってこれスイッチがあるんだから。だからこういうものが作らせないよ。危ねえから、お前。入ってねえよ。うるせえな、お前。入ったらどうすんだ、お前。え、だから金も暇もかかるから、うん、これ余計なもの作らすんじゃないの。はい、はい、いいか、迷惑かけないの。はい、いいな。はい、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 やせ、はい、いいよ。気をつけ、構えて、はい、はい、はい。あいつはね、あいつも何もねえんだよ。あいつは丈夫だ。丈夫だ、丈夫だ。殴られてんの、お前は。はじいちまな。戦車、おじさん。やった。やった。おう、この野郎。やだ。おお。あれ増えてるよ、増えてる。これはだから、私がね、一つは。うまいね。よしよしよし。戦車、いけ。あ、逃げた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 
待てよ、よし撃て撃つぞ、ピャタンマお客さん、お分かりのことだと思いますけど、今本当は撃たれてパーンって出るんです。それが不発かよ、おい。不発。本当に、ちょっと。そうだよ。不発。当たったことにしよう。その前だってこっち来ちゃったんだって。何が忘れたでしょ。いやいや、ちょっと、これ抜かな。で、目抜いたら。いや、隠しきんないで、その前に撃とうと思ったら、ゴクヨって言って、慌ててこいちゃうから。見てんだよ、これ。本番なんだから見てんだよ。待て。これもしかしたらこうかな。あ、そうかもしんない。これでこう抜くのか。そうかもしんない。一応撃ってみて。撃てー撃てー、にゃー、あ、バカ、体調を撃ってどうする、体調を撃ってどうする、お前バカ、俺は死ぬ、大丈夫ですか、体調、そんなもんやな、どうする、水待って、俺は死ぬだ、ねえ、薬、頭割れちゃうよ、俺。俺を殺してどうすんだ、お前。え？ああ。あらららら、かぶれ。あぶれ、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 あぶれ。あぶれ。危なかった。ああああ。気をつけて、気をつけて。危ない、危ない。本当に危ない。バカだ、お前。慌てんなよ。危ない。慌てんなよ。よく思い出せよ。前にもこういうことがあったの、お前。前にも一回じゃ。消えた。いいな、聞いた、いいよ、今俺を押したら、お前、お前は、いや、押してない、押したら、あ、打った、危ない、会長、狙われてるよ、狙われてるからね、もっと高い、うわ
放題マイヤイ。でかでで。でかでで。うて。でかでで。やめろやめろ。やめろやめろ。商売道具のあの古いやつ忘れた。ちょっと待って。早く持ってこい。早く。早くお待ちを。私は使うんだ。早く行ってこいよ。早くしろってんだよ。失礼を出さない。志村さんが死んだんだ。ちょっと暑いね。すごい無償すんね。ねえ、あのさ、これ飲みなさいよ。何？これコーラ。お、ありがとう、大好き。あの すごくね、体がね、涼しくなって能率上がるから、頑張ってね。どうかな、これ。こんなぬるいコーラ飲めないよ。もっと冷たいのにしてよ。今ね、冷蔵庫がちょっと具合悪くてね。やだよ、そんなの。頼むよ。じゃ勉強頑張ってね。頑張るからさ。頑張ってちゃだよ。うん、頑張るよ。悪かったわね。いいよいいよいいよ。どこだっけ。通行駅か。プラス136。うるさいな。全然出てこないよ。あ、これね、わかった。原因が。どうしたの。これ回んないの。風が回んなかったら風がこう来るわけないでしょ。なんとかしてよ。おやつしてるから責任持って波をサービスせねばなんねえな。どうぞどうぞ。会社を捕まつる。飯も
ぞ。いざ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 。ピロリ。いざ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 。ピロリ。入れ墨入ってくれって言って。これも脱げないでほら。これ助かっかな。自生の句。いきな。いらっしゃいませ。あのここいっぱい飲み屋さん。そうです。営業してますよ。あ、そう。うち年中無休ですから。いっぱい飲み屋。どうぞどうぞどうぞお座りください。あ、そう。はい。どうぞ。あ、ごめん、あ、ごめんなさい。どうぞここお座りください。ここに座るんですか。すいません椅子がないもの。さっぱりするんですね。はい、主人が死んでからお客さんがぱったり来なくなりましたね。私一人で頑張って商売って難しいですね。でも性格が明るいからそれだけは取り柄で、まあ、頑張ってくださいね。ありがとうございます。じゃあ、 あのビールもらおうかな。おビールですか、うん、はい、おビール。ビールよ、ビール。お待ちどおさまでした。あ、すいません、あ、すいません、いますよ、はい、はい、どうぞどうぞ。あのビール塗るいね。塗るですか、うん、自動販売機故障してんのかしら。自動販売機、いやいやいや、違います、ぬるかったですか、すいません。あ、じゃあいいや、お酒にしようかな。日本酒ですか、うん、あ、日本酒は缶と冷やと冷やでいい。冷やでいいですか、うん、はい。日本酒ですね。ねえ、日本酒を。日本酒ありました。はい、どうぞお待ちどうさまでした。手怪我しないようにしてくださいね。大丈夫ですか。はい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 、あ、痛い痛い痛い、はい、どうも。なんかあのおつまみあったら。おつまみはあの今日は枝豆と薬効だけなんですけど、いつもずらっとあるんですけど今日2つだけなんです、すいません。あ、そう。じゃあそれ両方ちょうだい。枝豆と薬効両方ですか。そう、両方。はい。ありました。まず枝豆と薬効です、どうぞ。頭どうしたんですよ。髪の毛が高く売れたもんですから。どうぞ召し上がって。お母ちゃん。あんたよ、お腹空いたよ。お客さんだからもう奥行ったら奥へ、お尻の中入って、お尻の中に。お腹空いたよ。3日前に飯食ったばっかりだろお前ら。ちょっとお味噌もらっていいですか。いいですよ。すいません、ちょっと味だけでいいですか。ほらほら、食べすぎじゃないよ。はい、箸を食うたか、どういうんだよお前は。お前ね、はい、食ってなみたいだぞ。じゃあすいません。あの、僕、これよかったら食べる。はい、食べる。今もらったから、すいません、いいですか。いいですよ。手を出すんじゃないよ、みっともない、みじげくさないでも。はい、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 すいません。待ってもらえ。いいですか、すいません。いや、ごめん、俺、ありがとう、ありがとう。
おじさんありがとう。すいません。お豆腐食べたって。お豆腐があんな味がしたの。ああ、すいません。おかわりもらえますかね。はい。おかわり。食べてみますか。もう一杯だけ。はい。お酒でいいですか。お酒でいいですよ。ありますから飲んでください。いや見ちゃいや、うん、すいません枝豆えお願いします。まだ飲みますか。今さっきやっちゃったから。すいません私買ってもらえません。あ店で買ってもらえません。あんたええ、やだよ。もう売るもんないんです。すいません、2000円でまた私使いますから。いやいやさあ、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 はい、はい、松茸入ったよ、松茸。松茸が入ったよ。はい、はい、はい。はい、入ったよ、松茸だよ。はい、お待ちどおさまでした。はい、お待ちどおさまでございました。松茸が入りましたよ。はい、はい。高いとか低いとかって問題じゃないでしょ、あんた。安いんですから、うちは。あらって何言ってるんですか。いい芸でしょ。いかがですか。どうです。またねって何ですか。また音がしましたか。なんだ何言ってんだ。はい、松茸安い。はい、松茸安いよ。安いよ、欲しい。松茸。これ10万円ですよ。10万円、ええ、今のところこの上がないんですけど。これより上がないんだってさ。これで我慢してこれで一つもらおうかな。10万円、うん、10万円、10万円、はい、はい、お勧めして、はい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 、ありがとうございます、はい、ありがとうございます、はい、はい、そう、うちはね、キャッシュでね、手形とか本人って全然受け付けませんから、1、2、3、4、5、6、7、8、いや、恥ずかしなんでございますね、え、嫌いとかさっと連れて、いや、いいね、早くしろ、早く、持たないから、はい、はい、先生、はい、どうもずっさ、はい、どうも、はい、毎度、はい、はい、はい、10万円、はい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 、行こうかね、はいよ、ありがとうございます、ご苦労さん、ご苦労さんね、はいよ、あ、ちょっと待って、すいませんね、松茸買いましたね、松茸買った方には、あなたうちね、もう独特のサービスがあるんでございますよ、はい、松茸をお買いになった方にはね、皆さんにこのね、メロンをね、お付けしてるんですよ。いや、悪いね。いや、悪かったやん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 、あなた実は持ってるでしょ。はい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 、お土産、ありがとうございます。はい、前田ありがとう。はい、前田ありがとうございました。どうもね。はい、はい、いかがですか。はい、松茸入ったよ。いかがですか。松茸入ったよ。松茸ですよ。お待ちどうさまでしたね。はい、嬉しい。今年も松茸入りましたよ。嬉しい。旦那、これね、あれですよ。輸入もんじゃありません。これは国産ですから、バリッとしたやつですからね。これはあなたもう1年置いて、今しか食べる時ありませんからね。すいません。一応粒揃ってますから。はい。松茸ってのは、どれでしょうか。え松茸ってのはどれでしょうか。いや、さっきはじっと見る。この辺が全部この辺です。この辺です。この辺が全部マスタケですね。これがマツタケですか。これマツタケですか。これがマツタケですね。そうですか。いや、うちの神さんが食べたいから買ってきてくれって言うから私貸すけども。いやいいじゃありません。なんか大層に高価なその食べ物だっていうことを聞いてきたんですけど。そんなことありません。なんだかわからないですよ。そうですか。年に一度じゃありませんか。年に一度マツタケですよ。いや、事情があってですね、私全くあまり豪華にパカパカ食べられないんです。どうもありますですね。できればですね。安い。うちは全部安い。どれを買っても安いの。ご心配なく。あの旦那ね、これいかがですか。これいくらですか。これ3万円。いい形してるでございませんか。3万円ですよ。はい。これお持ち帰り。もうちょっと安いのないでしょうか。あ、ありますよ、ありますよ。すいません、もうちょっと安いやつをお願いします。じゃあこれだ。あ、これだ。1万円。これはもうね。え？これもう、だから、旦那が1本。
え、こんだけあら結構これでもってね、お吸い物にしてね、あと炊き込みご飯にしてね、十分いけますよ。はい、これどう見ても1万円には見えない。いや、あんまり味が落ちるんですよ。どうぞ。これ国産ですよ。すみません、もうちょっと安いのありませんか。国産高校で、じゃあこれどうですか。これ普通ね、こういうバラでうちは売んないんですよ。これやっぱりあの一山いくらとこういう感じですけどね。いくらですか。これ5000円です。5000円もうこれはあった。よし、もういい、もう負けたんだね。はい、4500円。もう一個4000。3500円。グーッ3000。もうちょっと、またどうも。はい、マッサが入ったよ。はい、マッサが入ったよ。病気の女房に待ちたくも食わしてやりねえか。明日の仕事に出るだろうな。待ちたくを食えない夫婦、自殺ってな。たかが待ちたくじゃなかった。何を言ってんの。首落ちるとさ。首、いやいやいや、大変だ。そういうことだ。あと、なんかそういうこと大きな声ではっきり言いますね。ガスは美味しいらしい。いやいや、そういうだからさ。ね、あたりさん、いや、だから分かりました、分かりました、分かりました。で、じゃあさ、あの、こうしましょう。ね。だんだん、じゃあ、ズバリさ、もう長い短い滑ったことは言ってないでさ。ね。だんだん予算をバンって言って、予算をバンと。予算ですか。それにこっち合わせるから、もうそうしましょう。こっちでいくらいって、もう戻切ってんだからもう。はい。予算いくら。はい、300円です。先ほどからそれいつ切り出そうかなってお宅ベラ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 喋るもんだから私は入る暇がなくて。ねえ、灯油もいいだけで。そうなの。300円。こうしましょうね。300円ですね。でこれどうね、ないともこれ売れないからね。元が3500円で元来て3000円ってんだからね。じゃあこうしましょう。こんなことあんた、私生まれて初めてですよ。これね、ずっとこんなことしましてね。3000円の半分って言うといくらですかね。1500円でですね。だから300円しかないって言ってるでしょ。海の水集めて。いや、わかるから、わかるから。だいたい、ちょっと何もかな。ちょっとな、こんなもん。またこれないかと思うんですよ。はい。ああ、その傘取っちゃダメなんですよ。え、うちの寮も傘があるわって言ったの。傘もあんた、でもないですよ。だって傘がないとね。分かった。お願いしますよ。まったくの網がないから。これ行きますか。あ、それでいいです。あ、うわ、立派な傘。お願いしますよ。あのね、300円ね。特別ですよ。すみません。はい、じゃあここに、もうこれ言いますからね。あ、これで。ドビムシと松茸ご飯と焼いて食べれるの。これ何ですか。松茸でしょ。ありますね。はい、じゃあこれ進みますよ。進みますよ。はい、まあ、松茸はどこにありますか。新聞の中。中に入らないんですよ。はい、300円。はい、300円です。まいだれい。どうした。じゃあ松茸買ったぞ。まいだれい、まいだれい。ドビムシとよ、すぐらなんだ。松茸売んないよ、もう。どうもありがとうございました。ありがとうございました。おまけにメロンもらって帰りますから。バカーっと。あ、じゃあメロンもらった。あとちゃだ。遅くなりました。どうも。どうも。ありがとうございました。おお、来たか、わんぱく少年が。すいません。どうも。どうも。あ、赤田君、どうも。あ、どうも。久しぶりだね。元気ですか。ええ、お疲れ様です。しかし、みんな立派になったな。うん。高木君か、そうか、そうか。今何してんだ、君は。実は。ん？これのところへ。どうぞ。どうです。高木君は、君あれだよ、宝石店の主人だよ、君。いやー、どうぞ。これを奥さんに一つ。なんだね、これは。見てください。ダイヤの指輪ですけど。いや、君、そういうことは困るよ、君。いやいや、商売が安く手に入るもんですから。どうぞ。あ、そこかい。すまんな、じゃあお言葉に甘えて。宝石店だ。まあ、先生、いっぱい行きましょう。
中本です。中本君、はい、そうだ、中本君だな。うんうんうん、あ、すまんなすまんな。君は今何しとるのかね。あ、私はですね、うん、まあ、こんなところでございますよ。中本君、お前から建設会社の社長だよ。社長だって。いやいやいや、嬉しいな。じじい、これどうぞ。なんだこれ。新しく建てたマンションの部屋の鍵ですよ。ご自分のスタイルの前に。そういう無茶なことしちゃいかんよ。よその客からその分儲かっておりますから、まあ、やらしくださ。いやいやいや、なんだなんだ。部屋もらっちまったよ。いいじゃないですか。志村君だ。はい。君はどうしてんだ今。僕は、まあ、こんなとこですか。志村君、銀行の支店長だよ、君。支店長だよ。あら、どうしたもんだな。先生、これ、ほんの…君、現金じゃないか、君。え、どうぞ。いや、そりゃ困るよ、君。そういう無茶なことしたい。や、商売からいっぱいありますから、うちには。いいのか、ええ。どうぞ。事件なんか何の大事任すから、支店長ですから。じゃあ、ありがとう、ありがとう、ありがとう。加藤君、はい、君は今どうしてんだ。いや、私はまあ、こういうところにいるんですけども。サファリーパーク。あの動物がいる。あそこの社長ですか。計算係です。そうなんだ。立派なもんだね。大したもんだ。いつから動物好きだったらね、彼は。先生。まあ何もないんですけども、一応まあこれを受け取ってください。結構だ、先生もらいなさいって。もらいなさいって先生。ゴリラとトラはダメなんだ、仲がいいんだ。俺は忍者だ。忍者は常に忍んで行動をする。でもご挨拶だけはしとこうか。おいっす。声が小さいだろう。おいっす。静かにしろよ。その中間があるんだろ、中間が。なあ、まあ挨拶はいい。とにかく今も言ったように俺は忍者だ。常に忍んで行動をする。そして忍者になるためには忍者の修行、これは大変厳しい。俺が今仕込んでいる弟子がいる。忍者の弟子を紹介しよう。はい、来い。おーし。人の職を奪うな。いや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 、あれ職業ですか、あれ。おーしってのは。失礼だ、バカ野郎。だからさて、次行ってみよう。そう、楽しそうな顔してんだから、バカ。私はバカですよ。いきなりバカはないじゃないですか、テカリ屋さん。もっとテカリ屋さん、テカリ屋さん、テカリ屋さん。頭のことでいいんじゃねえと、この野郎。今日ご同輩テカリ屋さんって名前間違ってる、間違ってる。高村さん、テカリ…あ、サガリ屋さん。うるせえな、この野郎。そうじゃない、そうじゃない。マナリ屋さん。違う、間違ってる。忍者は忍者らしくしろ。忍者、忍者。口で言ったってしょうがねえだろ。忍者というものは、久しぶりになったからさ。うるさい。何怒ってんのよ。あんた方もいちいち軽々して笑うんじゃない。顔触っちゃったよ。悪かったな、悪かったな、この野郎。忍者というものは分かったよ。だから忍者常に世を忍んで行動する。そういうこと。忍ぶものこれを忍者という。おい、忍ぶ。分かるか、うん、そうじゃないんだ。これは名前じゃないよ。あ、名前じゃねえ。忍者というものが忍んで行動をする。密かに身を隠す。しかるに敵味方をしっかり識別しなくてはいけない。分かったか。お、話を聞け、お前たちも話を聞け。どういう中でも忍者というものは常に冷静に敵か味方かを判断する。これを間違ったら命を落とす。
判断する方法の一つとして合言葉というものは、合言葉というものは、合言葉だよ。合言葉上がってるな。よし、お前たちがいつになっても俺は信用できない。訓練に入るぞ。オッケー。合言葉一日で。合言葉だろ。山なんで同じこと言うんだよ。何言ってんの、バカみたい。バカみたいね。山ったら山じゃないわよな。山バカみたいね。おかしいよ。山ったら山それじゃ話が合わないじゃないのよ。だから山ったら何なの。おこと、あれあいつ今殴った。危ないのよこの人。そばにいんのよ。うるせえ。こんな顔して話が前へ進まねえんだよ。山って言って、山ってそんな合言葉があるか。お前今俺が間違ったの。山って言ったらあんに決まってんだろ。川よ。川が落ち着け。どう言ってっちゅうの。川かな。山川遅いんだよ。痛いわね。なんでこうやって。バカみたい。信じられない。その間に切られちゃうぞ。超信じられない。バカみたい。じゃあだ、忍者はなぜうへへって笑うのよ。バカみたい。いいじゃん。俺が言ってんだから。怒ってやってよ。怒ってやってよ。だから早く怒れよ。お前怒ろうと思ってんでしょ。おかしいと思わないだって。私が間違ったの。間違ってるわよ。ママに死んだの。笑わなくていいんだよ。笑わなくていいの。笑わなくていいんだよ。テンポがいい。テンポを大事にしてよ。一日つけっての。テンポとインポは違うからね。分かってるよ。話が何言うんだ、お前の話は。ケンちゃん、いや、ケンちゃん、はい、山一緒に言うなよ、一緒に言うなよ。やだ、私じゃないわよ、間違ったの。こう言ったらどう言うんだろう、お前。ケンちゃん、一緒に言っちゃああいうことはならないじゃないの。やだよ、だからもう。私、いや、カーリベッタ、カーリベッタで言うでしょ。一緒に言う。あれ、川だけ。なんで戻るんだよ。今確認してみた。なんで戻るんだよ。今確認したのよ。もう確認したのよ。怒るな、もう怒るなよ。一体はね、もう確認はだよ、先しとくよ。ごめんごめん。一日で川だよな。あれ、お前どこ行ってんだ。カットちゃん、どこ。やだケンちゃん、やだ、バカみたい。お前までよ、なんなんなんだよ。だってもう外したにはね、もういやもう答え、はい、やば、川川お前めっちゃ力うまくやろうってさっき納得したいって言ってるだろ。納得したいって言ってるだろ。喧嘩するな、喧嘩するな、喧嘩するな。何言ってんだ、やろうやろうやろう。ごめん、喧嘩するな。喧嘩やばいんだ、やめなさいって。喧嘩やめなさいって。怪我人が出たらどうすんだ、この野郎。そりゃそう。よし、落とせよ、金。うわー、ちゃんと、やばったら川って。喧嘩やめようよ。やめなさいよ、喧嘩は。喧嘩やめようよ、ちゃんとやめよう。やめなさいっての。ずつけ、部長。ほんとやめよう。やば、何がこの野郎、まだこっち。なんだよ。お前もさ、邪魔になるとこにじゃいるなよ、おめえは。だって俺は何も悪いことしてないじゃねえか。ビビビ泣くんじゃないよ。来ない来ない。山、川、水。大成功だな。大成功。いや、大成功。大成功。川に水までいらねえんだよ。少しは、お前、反省しろ。もういい。反省。反省。突っ込んでやんないと、水目だろ。一人でもって猿やってんのに突っ込んでやんないと。かまってくんないと。やだよ。やだよ。
おめえらはな、もうちょっとな、この5人グループでやってるってこともうちょっと考えろ、きちんと。そうだよ、バラバラすぎんだこの野郎。そう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 、いや久しぶりだからなんか嬉しくてさ。うるせえな。一日券そして世界は変わって夜
やったねこうやって。お。でけえのを食らってみるか。これを食らえ。やる気だ。よかったです。はい、検温いたしますよ。どうぞ。はい、これ挟んでくださいね。はい。あ、おいしいメロディ心の鍵をな。ちゃんかちゃんちゃんかちゃんちゃんちゃん。別れたわけはなんでもないの。ちゃんかちゃん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 。もう一度くぐり抜け。頭蓋骨に困ってんだよな。あ、頭蓋骨に困ってんだよ。もう言うぞ頭蓋骨って。だけんなバカ野郎。すみません、なんですか。頭蓋骨って言ったら小遣いだよ。なんで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 、おい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 、俺は別にくれって言ってねえぞお前。おう、ありがとうよ。どうだ。うん。おっ。相手が勝手に置いてったんだバカ野郎。これでも悪いのか。うん。おっ。こういうのカツアゲってんだよ。わったか。おいっす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 。なんかご用ですか。今何でしょうか。8位です。すみませんでした。時間聞いてどうすんだこれ。時間を聞いてどうすんだよ。おいっす。力を入れて。おいっす。おいっす。手をすんなババアれてね。おいっす。ケツメで締めて腹に力入れるんだよ。おいっす。おいっす。おいっす。なめられんじゃねえぞ。おいっす。どこれ。おいっす。おい。丸坊主、絶対ヤクザもんです、あれは。丸坊主がヤクザもんって決まってんのかよ、この野郎。で、大人の坊さん全部ヤクザもんか、この野郎。おいっす。こいつ。おいっす。おいっす。あの野郎気が弱そうか。うっす。おい。うっす。そろ。うっす。おい、行け。何でしょうか。金出せ。金出せ。はい。金出せ。本当はあげたいんですけど、今持ってないんです。お父さんは、僕が生まれてすぐ死んじゃいましてね。その後僕と妹お母さん一人が育ててくれました。そのお母さんも去年死んじゃいました。妹も病気で病院にお金もない。せめてせめておいしいものを食べさせてあげよう。新聞屋さん。そうじゃないんです、私カツアゲやってんです。何や、お見事。おさらに走った。日本人は涙にもろいからこの手が一番。おさらに。もうこんな時間かや。また門限破っちゃったな。怒られんな。もう寝てらあな。
志村さん。寮長さん、これはどうも。こんばんは。こんばんは、じゃあ2でしょ。はい。今何時だと思っていいですか。今、かれこれ9時15分過ぎですかね。この老人ホームはね、8時が門限切ったでしょ。いい、それは重々分かっておりますけども。重々分かってるって、オタクはね、門限破りを何回やしたの経験してるんですか。いや、もうついついね、時間をくるっと忘れちゃって。オタクはね、なんだいこのか、はっていや、いや、このぐらいの格好でないとみっともねえもんで。みっともねえのはいいんだけどね。はい。あれ、なんだそのヘルメットは。いや、これバイクでちょっとぼーっと行った。またバイク乗ったのかい。いや、お酒飲んでないよ。お酒飲んだとか飲まねえとかの話じゃなくて、はい、あれほどバイクには乗らないようにって。言ったでしょ。でも絶対安全運転ですから大丈夫です。安全運転わかるんだけども、おだかの場合は制限時間40キロのとこ。制限時間、制限時間だね。制限速度、制限速度40キロのところを中国で走るから迷惑になるよ。安全運転ゆっくり走って。安全運転はもう安全運転でなくて、私も興奮して何言ってかわからないでしょ。ちょっと靴やめてください。痛くて。何その頭。その頭何それ。いや、白髪になったらちょっと毛染めて、これメッシュって言わせたの。メッシュ、メッシュ、メッシュ。冗談言ってる場合じゃないって。来るならすぐ来てくれたらいいのに。実は、それを、すみません。これからはね、はい、その頭、服装、はい、バイク、はい、門限は破らないように。はい。ね。はい、すいませんでした。なんだったらおたく、うちに帰ってもらってもいいだよ。いや、それだけは。泣けばいいってもんじゃないで。笑ってる場合じゃないじゃん。分かってますね。はい。これもう今日は許してあげるから。はい、すいません。これからも、注意してくださいよ、本当に。もうすいませんから。どうもすいませんでしたね。すいません。すいません。はいよ。ちょっと入らせてもらうよ。はいよ。はい、入んなさい、入んなさい。おー、トメさんどうしたらトメさんどうしたらなくて。なんか私話を聞いたところによると、オタクたちはその恋愛関係にあるんだって。おめえはクスが軽いな、バカ野郎。あれほど黙ってろって言ったらやろ。うわ、黙って済むような問題じゃないでしょう。え、何ですかこれ。あれ、お前バカ野郎、安心だ安心だってお前言ったから嘘つけよ、この野郎。埋めたいの、埋めてえだ、この野郎。この年になって孫よりもっと下が孫ができた。じゃあ、ないかと。オーマイガット、オーマイガット、ジーダースクライスト。オタクはね、下半身にジーダースがあるのかね、まったく。こんなに腹増して今更責任持てないだ。そんなような無責任なことが。だから来るときいないでしょ。この問題はオタクたち二人と思ってね、決めてくださいよ。もう、はい、それも私感知しませんからね。タグ、トメ、ざけんじゃねえだこの野郎。ああ、認知しねえからな、バカ野郎。しょうがねえ。ほんとその俺の子か、バカ野郎。どこだよ、これ。またす。出てけ。しじりしてよろしいでしょうか。どなたでしょうか。あなたを診察する医者でございますが。ああ、どうぞ。いやいや、そうなんです。今もびっくりくださいます。お願いします。このままじゃ診察できませんので、私座ってもよろしいでしょうか。ああ、どうぞ。そのままで結構です。どうぞ、あなたお座っていてください。じゃあ、前整理しますと。お願いします。この度は数ある病院の中から当病院をお選びいただきました。
誠にありがとう。このご恩は一生忘れません。それでいかがなさいました？ちょっと熱があって寒気がするんですけど。いけませんな、いけませんな、ね、申し訳ございませんな。あなたがご病気だというのに私が健康でいるだなんて。どんな具合でございますか？ちょっと寒気がするので診察していただこうと思って。診察？はい、私が診察してよろしくございますか？いいんですか？いやでも私にはちょっとできかねるな。ちょっと診察してする場合裸になってもらわなきゃいけないもんですから。いや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 、いけません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 。ご病気のあなたに裸になってもらっていいですな。医者の健康な私がぬくぬくと服を着てるだなんて、そんな失礼なこと言って。いや、いやいやいや、いいですかね、いいですか。大丈夫です、大丈夫です。あ、じゃあこうしましょう。私も裸になりますから。いや、いいんですよ。いや、いいんですいいんです。僕だけでいいんです。いや、いいんですよ。おめでとうございます。早速診察させていただきます。これ冷たいですよ。あ、いいですよ。いいですか？はい、あ、冷たいです。大丈夫です。大丈夫です。はい、お願いします。それでは、すみません、息を大きく吸い込んでください。はい、吐いて。ああ、おお、おお、鳴ってる。はい、鳴ってる。心臓ですか？はい、心臓が鳴ってる。心臓鳴ってます。わかりました、大体わかりました。あ、そうですか。はい、じゃあ何でしょう、病名は。私には言えません。は？ご家族の方呼びますか？いや、僕家族みんな田舎の方におりますんで、ちょっと遠いんですけど。ああ、それはいけませんな。じゃあ親戚の方呼べますか？いや、親戚も遠いんです。遠いですか？僕のことですから、どうか僕に言ってください。いいですか？いいです。風邪です。怒らないでください、怒らないでくださいよ。私ごめんください。誰よ。芸者です。私をお呼びになったでしょう。こんばんは。ご遅くなりました。何してるの？ちょっと体の具合が悪いもんで。具合が悪いって、どうしました？医者が言うにはあと何日もつか。それはお座敷無理だよ。あんた家帰って休んだらいいよ。いいえ、今日が最後のお座敷になるかもしれません。一生懸命頑張ります。さあ、賑やかに参りましょう。よろしくお願いいたします。お酌しましょう。無理だ。いいえ、私自分でやる。はい、すいません。もしよかったら私にも一杯いただけますか？はい、すいません。はいはいはい、はい、いいや、私は、私は、私は、ありがとうございます。どうしたの？これが最後のお酒かと思うと悲しくて、いただきました。話が始まった。大丈夫、大丈夫、いいね。大丈夫です、はい、
とうと思ってんですか。踊りを踊らないと。いやいいやいいや、無理しないでいいって。最後のお座敷です、立派に勤めさせてください。じゃあ、手貸そうか。お願いします。はい、捕まってね。はい、はい、はい、しっかり捕まって、はい、大丈夫大丈夫か、はい、踊りますから。はい、はいはい、やめて、やめてください。病気の計算を。違う。やめてください。違うんだ。違うんだ。すみません。踊れる？大丈夫ですね。頑張りますから。立てるの？いいよ。はい。見てくれましたか、私の踊りを。見てくれましたか、私の踊りを。見えなかった。見ててください、ね。はい、立てる。はいはい、はい、見てくれましたか。そこやめてください。そういうつもりじゃないんだ。で、な、何を踊るわけ。東京音頭。すみません。いいね、いいね。歌っていただけますか。立てる。大丈夫です。はい。行きますよ。はい。踊り踊り。すみません。ちょいちょい。はい。テンポが速すぎる。踊り踊り。早すぎる。私の手拍子に合わせてください。はい。踊り踊り。長さんじゃない、私は長子と呼んでください。まあ、とりあえずじゃあ、簡単なご挨拶もあれば、お返事お願いします。おいっす。ちょっとおめえ早いよ、一人よ。あ、もう一度せーの。おいっす。私は女性でございますけども、女性といってもいろいろございますですね。娘さんとかお年寄り、私は母でございます。私の生きがいは子供だけなんでございます。この子供が言うことは聞かなくてもね、勉強はしないわ、頭悪さ、お手伝いはしないわ、学校行ってもうすぐ来ると思うんですけどね。あら、ちょっとうちの子供見てやってくださいね。うちの子供ちょっと見て、ちゃんちゃん、なんだよ、ね、なんだよ、できるならこれ頼んで、これこれこれ、なんだよこれは、だるくないな、なんだよ、自分のカバンぐらい自分じゃ大事にしなさい。放り出すんじゃないの、どんどん持って持って持って、ほらこれちゃんとここにしまって。あ、じゃあただいま、大事なカバンをなんで投げるんだよ。だってあか、お前が自分でちゃんと読むな、片付けるの。はい。あた。母ちゃん、ただいま。母ちゃん、これだ。親が見てきたね。おじゃね。ちゃ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 。あ？親に向かって物をぶつけんじゃないよ。これ頼むよ。ああ、痛いよお前は本当に。なんだよ、なんだよ。もう本気になるなよお前はよ。やろう。やろう。もう危ないよお前、もう持ってただいま。ほら、なんだこれは。今ゴムつけてたの。なんでお前このゴム持ってんだよ。あ、なんでゴム持ってんだお前は。どういうこと。なんでゴムを持ってんだって。手で持ってんの。そういうんだ。もういいよ、もういい、もういいよお前は。よくねえんだよ。おい、待てろ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 。何して遊ぶか。お前たちに言うことがいっぱいあるんだよ。何、うちはお父さんがいないんだから。母さんを助けるの、お前たちは。助ける、お仕事を手伝うの。助けるの、俺たちね。遊んでないで、早く、早くいい子になるから。早く乗って、はい、
お掃除するの、お掃除。お掃除するの、お掃除するの、お掃除。だって昨日もやったよな。今日のお母さんのお手伝いっていう。あ、お掃除するの？お父さんいないんだから。お父さんな、母ちゃん食っちゃったからね。そんなこと言って食べちゃいないよ、私は。お掃除してちょうだい、早く。わかったね、わかったね。はいはい、早速やって。掃除だってよ、掃除だってよ、掃除。はい、掃除。はいはい、お掃除。あた、うん、あれ工事だ、あれ。あ、工事だ。あたまで、あたまで、あたまで。なんで、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 お前が鬼、鬼、鬼、また俺が鬼、なんか準備する、ちょっと待って、準備する、鬼ごっこやめ、鬼ごっこやめ、よーしやるぞ、鬼だぞ、それ鬼だぞ、鬼だ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 、この格好は今ね、鬼やらしてもらってる。あら、大根をお前は持った今ね、みんなのご指名で鬼やらしてもらってる。高いんだよ、こう野菜、なんでこうおもちゃにすんだよ。鬼やらしてもらってんの。なんで鬼、鬼ごっこの鬼やらしてもらってんの。いいんだよ、ちょっと待って。おいえカモン、おきー、もう今にしっかり怒るからね、うん、ダメだよ、こう野菜もなんか高いんだ、無駄にした。怒っちゃやよ、怒ってね。懐かしいわ、お前が。懐かしいわ、お前が。いや、もう一回やってくれ。もう一回やってくれ。おもちゃやよ、長ちゃん。はい。懐かしいわ、お前が。早くそれもう置いてらっしゃい。おい、ここで遊ぶんじゃないでしょ。おもちゃやよ。お前が違うじゃないか。お前の話やってくれ。俺らに行かんかんぺ。長ちゃん。だから、ね、お掃除をしてちょうだいって言ったら、はいはい、お掃除をしてちょうだい、はいはい、分かったね、はいはい、お掃除するんだよ、お掃除、はいはいはい、お掃除、はいはい、掃除だ、掃除だ、掃除だって言う、掃除じゃないだろ、わかんないやつだね、まったく。おい、遊べ、遊ぼう、遊ぼう、何して遊ぶな、戦争国家だ、おい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 、戦争国家だ、戦争、戦争、戦争だ、戦争だ、フランちゃん、フランちゃん、寝ろ、寝ろ、何してんだ、またちゃん、何すんだろ、あれ、母ちゃんもやるの、敵味方、何やってんだよ、本当に、ドーン、ドーン、ドーン、何でちょっと、母さんに狭いやかすんだ、またちゃん、話がある、話なんだよ、お前たちに、はい、座って、話がある、話がある、座って、ここへ座るの、怒ってる、怒ってるよ、グリップのようだろ、話なんだ、話は、ああ母さんがね、引きでお前たちのこと怒ったんじゃないんだよ、うん、私はね、死んだお父さんと約束がある、お前たちのこと一人前にしなきゃいけない、うん、だからかとかって一生懸命な、うん、叱ってるってことはお前たちが好きだから叱ってるんですよね、おっくん、ね、お前しょうがないよ、あ、やだろ、ね、ってことはね、母さんが言ってることはうるさい、うるさいと思わないでちゃんと聞くの、わかるかな、わかったな、あ、それはね、お母さんね、お前たちに対してな、うん、うるさいように言ってるけども、それはそうじゃないんだよってね、やろ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 、なんだ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 よ、やろ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 、バカだ、やろ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 、遊びでも親でも勝って、なんだこの野郎、ちょっと、ちょっと、やろ、やろ、
なんで私一緒に追っかぶせるんだよ。あ、じゃあ一回病院行ってこいよ。うるさい、やめなさい。また私もやりそうになっちゃうから。またそうだ、あんたたちあれがあるんだろ、宿題があるんじゃないか。はい、もう掃除はいいから宿題ね、宿題を。はい、待てよ、宿題よ、待てよ。なんだよ。俺宿題ねえんだよ。何宿題ないの。俺先生がお前はあのやらなくていいって言って、宿題は。それお前相手にされてないんだ。それ特別待遇だって。そんなことないんだよ。早く宿題もらってくんだろ、お前も。あ、そう、うん、OK。 お前にあの一つお願いがある。何でしょう。え、でみんなが宿題やるんだから、うん、な、分かったか、うん、邪魔をすんな、お前は邪魔をしちゃいけない。邪魔しないのね。気が散るから邪魔するんだよ。はいよ、またね。はいよ、勉強頑張って、はい、いいね。はい、はいよ、勉強、勉強、勉強しろって。勉強、勉強します。引っ越しの境、ほんま足りんな、そう足りんな。まだまだ勉強、引っ越しの境、ほんま足りんな。やかましいよ。やめなさいよ、そういうことするのは。なんでうちが引っ越しするんだよ。引っ越しなんかしないよ、うちは。引っ越しませんよ。いや、勉強するって言うから。もうここに座っちゃうんだから、私は。勉強するって言うからいけないの。勉強します、引っ越しの境、ほんま足りんよ。やめなさいよ。やらしてこれないだろ。やめようかな。入るかやめようか考え中。あ、邪魔ちょっとしないか考え中。そこに行く。おめえは手で見過ぎだろ、かやろ。もう違うわね。すかしてよ、お前。うちにテレビねえのに、なんで見てんの。よくしてない。やろ、姉ちゃんよ、遊ぼうぜ。ダメだよ、勉強しなきゃいけない。痛いよ、お前、邪魔すんなよ。遊ぼうぜ。お前一人でやってるよ、勉強やって。あ、ダメだよ、やめんな、さっきの。遊ぼうぜ、遊ぼうぜ。やだ、ダメだよ、簡単に使えないか。な、うん、怖い、痛いよ。あ、痛い、痛い、痛い。作って痛いね、やめなさいって。遊ぼうぜ。やめなさいって言ってるでしょ。一人で遊びようがねえもんな。そうか、なんか遊んでやるかな。ちょっと返そうかな。すまねえな、ちょっとだけ。一人で遊ぶのか。いや、なんか、バサ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 。もうはチャンバラ嫌いだ。チャンバラ嫌い、チャンバラ嫌いだ。まずかったな、チャンバラ嫌なんだ。これで、ね、ないな、うん、これは…これじゃあ、あんちゃん笑ってくんねえもんな。意外に面白かったりして。てて言われたことちゃんとやんないんだよ。勉強して邪魔をしないで。やってたんだけど、剣本はね。何回こんな散らかしてるの。お前が散らかしたんじゃないかよ。
もう母ちゃんもう本当にもう座れ、これもう一度、はい、座らない、もう一度、はい、いいかい、はい、母さんはね、だお前たちが憎くて怒ってるわけじゃないんだからね。お父さんと約束したんだから、早くお前たちを一人前にする、これが大事なんだ。お父さんとお母さんと約束なんだよね。それお母さんがさ、やったらあかんかしてもさ、どこに行ったらいいんだよ。何をやってんだよお前はよ。雰囲気をグッと盛り上げようかと思う。いいのいいのいいの、そんなものはいいの、話を聞いてっちゅうの。もう座って座って。だから母さんはね、早くお前たちに一人前の大人になってほしいんだよね。お母さんも安心できるんだから。だろ、お前は世話やこすか、母さんはいつになっても心配の種が消えないんだ。気持ちというものは親が亡くなってから分かる。それじゃ遅いんだね。分かるか？言うんだ、親の気持ち。こっち、どうしてどういうの。母さん、ね、よいしょ、どうした、よいしょ、はい、よいしょ、一人にやらすんだよ、この野郎。みんなでやろうよ、今度はな。ほんと、病院行けよ。心配でしょうがないよ。風邪ひかないでしょ。あ、おい、遊ぼうで、遊ぼうで、遊ぼうで、やるな。だ、宿題を早くしましょうってんだよ。それ早く、はい、おい、宿題やんなきゃダメだって。ケン、あお、重ね方すまないけどな。どういうこと。何があっても邪魔だけしてくれんだよ。おう、おう、ガッテル、母は甘く見てねえぞ、この野郎。俺に任せろ。俺は甘く見だよ。え、邪魔すんじゃない。なあ、お前が今できる仕事は邪魔をしないこと。そういうこと。分かったかな。あ、そういうことだよ。とにもしょうがないんだから。邪魔しようったらやめよう。やれ、早く。はい。やんなきゃいけないな、勉強。はい。一人で遊ぶのか。へえ。これまたつまんねえんだな。一人で遊びましょうか。皆さんのコーラさんのせのせのせ、皆さんのコーラさんのそ。どういうこと？皆さんのコーラさんのやのさんの。皆さんのコーラさんのよや。おい！よいしょ。あんちゃんよ。よし、いいこと思いついた。よいしょ。あーだ、あっけ、あーだ、うち変だよ。なんだね、なんだね、なんだね、うち変だよ、邪魔すんだぞ。うちが変だよ、なんか。何が？なんかあのリンゴがね。お前が変なんだよ。リンゴがね、バレーなんだよ。何言ってんだ。だ、いい、邪魔を。It's my demand of lovely word and you feel it to express。Let you, it will always make you happy. In love, you can be a big girl and treat someone again. Some say it's unexplainable. It can be so, it makes you sad. Nighttime is always setting and guess.Stronger in your heart, some love
start with a good friend, say for some people, love their friend, love is I got in the snow, and forever never ends. Love it is God bless the day. It is not the concept, love is sound. It's my permit of loving word, and you feel it to express.私は頼むよって。私は剣の道に励むもんだよ。おいしおいし、今やったろうに。今日も厳しい剣の道の修行をお見せしよう。当道場の弟子ども紹介する。はい、どい。よろしくお願いします。おりゃ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 次入れ。お願いします。おりゃおりゃちょっとだったのに残念だな、畜生。ああいうちか。ちょっと待て、ちょっと待て。なんだそのああいうち、意味が分かってんのかお前。ああいうちでござろ。ああいうちの意味が分かってんのか。ああいうちだ。ああいうちというのは、同時という意味なんだ。おう、勝負つけがたい。どっちが早いか分からない。ああいうちだった。これはああいうちというの。ああいうちだっただろ。俺が早かったの。ああいうちだよ。俺が早かったよ。ああいうちでござる。もしもこれが真剣に本当の刃であったらば、 お前が先死んでるんだ。打ち返す暇はもう命がないんだ。いや、あいうちでござる。しからばもう一番。おう、もう一番。おりゃおりゃ、いやだらだらまったさらば言ったら今バスってくる。おりゃー、よーほんのちょっとの違いじゃ。また相打ちか。ちょっと待て。あんな相打ちがあるかお前。相打ちだったでしょう。俺が先にお前を切ったらお前はしないよ。相打ちでござる。あのロスタイムをどうすんだそれじゃ。相打ちでござる。あ、そうか。相打ちでござる。容赦しないぞ。うん。容赦しないぞ。うん。はっきり今度は白くつけてやる。よし。いや、いや。あれ。いやー、ただなら
まだお前を俺打ってない今俺は打ってるお前を切った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 切って切って切り刻んでもうお前は死んでるだから相打ちはありえない。参った。さすがは師匠参った。次入れ。おいしい。雲の目がなんだと。よし、おめえたちが突っ込めてね。ここから向こうには何もない。そこは壁だ。道場の壁だ。イルベだってお客さんがいない。いない。壁と話して何にだろう。お前相手は私だ。今一番行くぞ。お前はそういう手を使うか。今一番。うん、あれ、おっしゃ。ねえ！未熟者めが。おし今一番。おお、いいやろ。よし。あ、待て待て待て。未熟者めが今一番。いいだろう。よし、おる。あいやまたり。殴りやがったな。でさ、これ どうやって引っ込むなのかな。先生引く。何かやんなきゃしょうがねえもんな。だってお前このままじゃすまねえものだって。あ、へっこへっこ。さあ次入れ。これは手遅れですな。お前これ不自然と思わねえか。え、不自然と思わないか。お前もう下がった方がいいですね。近すぎんだろ。どうもすいませんでした。どうも、どうもすいませんね。なんだその謝り方は。どうもすいません。真ん中がないのか。真ん中は。え、真ん中中間がないのか。え、うるせえな。いろ、よろしくお願いします。あれよ、うわ、あれよ、あれよ、バカだ。言ってるじゃねえか、この野郎。当たり前だろな。怒ったな。テカリアさん。今何言ったお前。え、なんだお前。テカリアはないだろお前。俺の名前はテカリアじゃないぞ。サガリアさん。サガリアでもないだろお前。何年俺と付き合ってんだ。マラリアさん。マラリアじゃない。マラリアは病気だよ。何言ってんだよお前。俺だよ。俺イカリア。あ、イカリアさん。あ、イカリア。なんか用か。はい、あのもう一本お願いします。用かある。もう一本お願いします。いくぞ。おりゃ、おりゃ、助かったんだ。おりゃ、おりゃ、おりゃ、おりゃ。なるほど。なかなか
今一本来い。いいとも。あれよ、あれよ。あれよ。あれよ。さらめあれ。もう。もう。はい、うはい、汚ねえんだ、べちゃ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 。これ登ってどうするこれ。そうなんだ、これは。もう一回なくちゃ。うわうわうわ、なんでおめえらが出てくとギャー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 、そう想像しくなるんだよ。うわあれっくりだよ。どうしたんだよ、しっかりしろよ、しっかり。並べよ、ここへ。あどこでもいいんだよ。ああ汚しちゃってくれ。おめえだよ。お前が汚したんだよ。1時3分じゃない。はいよ。はい、よすぐに行く。だから滑るって言ってんだろ。いや、動画確かめた。今のは嘘だよ。これ吹きながら転ばないよ、普通ね。痛いもんな。はい、はい、はい、ご苦労さん。もう大丈夫だろ。嘘だよ、もう。すごい感じだよ、これ。2回も3回も嘘だよ、おめ。無理はしなくていいからな。行こう。はい、さあ、次行こう。まだ次に行っちゃいけないんだよ。まだ次に行っちゃいけないんだよ。顔汚れてるよ。何がお前が汚したんだ。汚れやばいよ。顔濡れてるか拭いてやろうかと思って。いい、お前が濡らしたんだよ。もう。お前たちはな、剣というものをな、はい、バカにしてないか、お前。お前の剣じゃないよ、こっちの剣だよ。お前の返事してどうすんだよ。この一本の剣にも魂はある。魂が一本の剣といえどもな、例えば切っ先を使う場合がある、あこの刃を使う場合がある、つば元を使う場合がある、いろいろこう使い分ける。例えば切っ先でもって敵に対してこれは突く、あ突くね、突く、突くね、突く、こういう時に使う。相手が打ち込んでくるこのつば元でこれをガッと受ける、受けてこれを押し返す、あれ押す、押すね、わ気がつかなかったね、それ。相手が切り込んでくる横にこれを払う、おれ払う、とで真っ向から体け割りでもってズバッ切る。いや、なるほどね。あ分かった、突く、押す、払う、切る。しかしこの技をバラバラに使ったんでは何ら効果はない。これを全部まとめて一体一つ初めて素晴らしい技が生まれる。なるほどね。これ打つだ、うん。じゃあ俺がやってみせよう。まあ、なかなか難しいからな。よく見とけよ。いいか。はい、もう一遍思い出して。ついて、押して、払って、切る。これを全部まとめるとこういう風になる。なお初心者は少し硬くなるからな。ちょっとこう力抜いてな。リラックスして。そうそうそう。楽に。楽にリラックスして。リラックスして。こういう感じでリラックス。違うイベントリラックスじゃねえか。ちょっと違うぞ、リラックスが。はい、見てろよ。いいか。こういう風になるぞ。あ、それ、あ、ついて、あ、ついて、押して、あ、押して、だ、払って、だ、払って、ほんで、最後は焼き類、よいしょ、ドンと買います。これが、こう、ブシッとな。わかりました。ありがとうございました。ありがとうございました。おいおいおい、どこ行く。いや、わかりました。もう、わかったら、わかったらやるわ、やるぞ。すぐやる、すぐやる、わかったらすぐやるぞ。あれ、あれがやるんだよ。今のですか。そうだよ。人前で人前の方が張り合いがあるだろう。まあまあまあ、変なそのお前は今の何、あのついてやるの。ついてついて、押して押して、払って最後に切るとか。ちゃんつきで。そうそう、で理屈じゃない、体で覚えね、体で覚えね、はい、はい、体で覚えね、はい、構えて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 、俺なんかお前、はい、ふっと、はい、リラックス、リラックス、おい、ちょっとこれ危ないな。お前狙いでやってないか。リラックスして、リラックスしてみて。そうそうそう、うん、ちょっとワクチン、ちょっと力抜いて。あ、こう。そうそうそう。で顔はあくまでもハッピー。ハッピー。そうそう、はい、はい、はい、正面向いて。いいか、手を抜くなよ。はい。あ、そう、あ、ついて、あ、ついて、あ、押して、あ、押して、あ、払って、払って、最後に切る。あ、ついて、あ、ついて、あ、押して、あ、押して、あ、払って、踏んで、最後は切る。おいさ、ついて、冗談じゃねえだわ、やだよな。お前、早く
本当に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  なんでそう手を抜くんだお前ら。バモ。手は抜けないな。加藤。え逃げんのか。いえいえ、お前ら俺を怒らせた。よしぶち殺してやる。弾になってかかってこい。お上等だねえか、上等だねえか。最近さ、全然ほらね、夜だからさ、ちょっとあの化粧を濃いめの方がいいわよ。あ、そう。そういうことでしょ。あ、仕事。うん。私に変えたの？これ新製品でいいわよ。いいのそれね。使っていいわよ。そう？じゃあ私も使ってみるか。じゃあ。なかなかいいでしょ？そうね。ねチャーコ。私今日これ匂いする？あ臭いわあんた。マジマジだったらダメだよね。そう？これ使うの今これ今ね。ほら。あそれいいわよ。見た方が。そうなんだね。あと大丈夫？大丈夫。私はね、こういうもん。なんて。ラッペちゃん。ガセダ使ってんの？そうよ。ガセダンが一番やん。最高ね、それね。ラッペよ。よいしょ。なあんた、ヒゲ剃っちゃうの？絶対やってるとさ、のけが早いのよね。なんか手深いもんね。手深いもんね。ドア使えないはっきり言うけど。何言ってんのよ。付き物ってことなのよ。やだちゃん。あと力張るわねだけど。これも乗んなきゃいけない。入れんなそれ。そうよ、私ちっちゃいでしょ。だから私もじゃあ入れたしか。あんまり入れすぎるとね、これ。なんかこう。あんた胸よりさ、腹の方が出てんじゃないどうとも言うと。うん。どうもない。子供みたいなやつだよ、あんた。違うのよ、これ太っちゃったな、私最近。ダメ、痩せなきゃもっとスマートにさ、ヨガかなんかやってほら、このくらい、このくらい痩せなきゃダメよ、これ。じゃあ、ちょっとね、ほんとに痩せるよ。びっしょりしてるわ。食欲全然ないのよ、私。マイクってんのよ、気をつけた方がいいわよ。さっと、早く仕上げしてさ、行きましょうよ。そうね。ね。仕上げよう。仕上げよう。いいかしら。もういいんじゃない？ね、行こうかしら。さあ行こう。ね。うわー！なんだこの顔？ねえ、私美人？私美人？ねえ、美人が美人？どっち？ねえ、どっち？比べてちょうだい。うわ！
お弁当とお茶もらおうかな。おいくら？おいくら？あっぴっ。800円。今お金やりますよ。動くな。自分でやるから自分でやる。よかったですね。あと2、3日したらもう退院していいですよ。え？もう退院していいですよ。なんだって？あとね、2、3日でもう退院していいですよ。退院？そう。バカ言うじゃねえよおめえ。私がこの病院に出て私はどこへ行くんだよ。身売りは誰もいないんだ私は。病院としてはね、どこも悪くない人を置いとくわけにいかないわけ。胸が苦しくなっちゃって藤川先生前から言おうと思ったんだけどね、なんか土の具合がどうも悪いの。胸が出ないと思って何のストレが止まってんのって、これくるくる乳と浅輪じゃん。はいよ。すみません、おせんべいある。あ、おせんべいあるよ。はい、すみません、おせんべいね。ご自身前から来ちゃってね。これはどうかね。あ、それとあの牛乳あるかしら。あ、牛乳あるよ。日本からしてはいくら。250円だね。300円はすごいですね。ちょっと待って、おそりに。はい、いらっしゃいかい。はい、はい、はい、どうもね。すいません。はい、どうも。おばあちゃん。はい。あんたが病院で商売やってんの。私だってお金全然ないでしょ。あの自分のお墓は自分で建てようと思ってね、商売してお金貯めて。日本はめないな。これは決まってんだ。なんとね。ああ。おばあちゃん。はいよ。お蕎麦ちょうだい。お蕎麦ね。あい、ちょっと待ってください。
そうだ。そうだ。それぐらいね。よくないね。先生の言うこと聞いてちゃんとね。卵入れるかい。はい、入れる。はい。200円だね。はい。はい。はい、お待ちください。はい。200円。はい、どうもありがとう。以上。これあのちゃんとどこで返してくんだよ、どこにね。ね。どんぶりたまに持ってたきり返さねえやつがいるんだよ。はい。どうしたい。なんか急にね、なんかめまいするのすごく。めまい？どれどれ目見て。くちゃーんとしてくら。あーダメだね。ヒント進学足りるもん。火事だ火事。火事？火事だよ。なんかめまいすると思ったんだよね。火事だよ。ちゃんと見ないとダメだよ。この話言ったんちゃったでしょ、あれよく聞くね。あれ地面は最高にいいの温まって、あれピタッと止まっちゃった。そうでしょ。これね、ここはあの逃げてからお水に流れてお塩が過ぎてきてもらうからね。それからね、それ渡していくわ、ね、それとね、食後2つずつ飲んでいいじゃない。2つずつね。一応2分入れとくからね、はい、保険証は番号を控えたのに、はい、じゃあお金はじゃあ交通費まとめてね、まとめてどうもね、答えてみね、はい、この人はまあ宿者だからね、はい、あと今なんか薬黒いやつやったね。そうそうそう、あれ何、あれウサギのうんこ、何何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 何はい、わかります。はい、じゃあすぐ行きます。はい、どうも。何だったか、なんか手こんにすわせえな。この人が。おばあちゃん。え、どういうのあんた。住人オフィスで、ね、マッサージしてくれっちゅうね。なんだあれ。忍びを行う。おめえは人にやるだよ、バカタリが。あ、私がですか。あれ見てるだよ。はぁ、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 はぁ。何やってんの、お前。忍びを行う。うるせえよ、お前。おめえはそのでっけえやつよ。あ、私こっちです。お前それで伸ばして俺が形を整えるんだよ、わかんねえな、おめえ。失礼いたしました。何やってんの、おめえは。失礼いたしました。バカタリが。冷めた。いいぞいいぞ、はぁ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 、痛いでしょ、これでやったら。何やってんだよ、おめぇ。トンカチで叩いたら痛いでしょ。なんで打てねえんだよ、おめぇは。重いからタイミングが取れないの。カーリベッタがカーリベッタに打つんだよ、おめぇ。何で、おめぁ。何やってんだぞ、カーリベッタ。怒るで伊藤さんは。怒っていいでしょ。バカタリ、やりましょう、やりました、じゃあ。やりましたよ。やりますよ。本当にもう。いるぞ。はあ。
ランキンポ。何やってんだよおめえは。痛いっちゅうのそれで殴ったら。あ？痛いでしょそれ。何を考えてる。わかんねえのかおめえ。開幕にぺったんぺったんってこれ打つんだよ。わかりました。わかってるかおめえ。痛いっつ。痛いっつ。潰れちゃった。行くぞ。冷めちゃったらちょっと温めるからな。よし。ほう。ああ。ああ。花の名前なんやお前。花の何語の名前。ノフなくない。花の名前いねえのに。穴が塞がっちゃった。これで。花な、花の難物が俺やったらねえが、馬鹿野郎。ああ、ノーヒングねんなよ。なんか空気が燃えたらしょうがねえんだよ。ああ、やります。こんなもんが、ノーがおもねえんだよ、馬鹿野郎。いいぐろう、野郎。ああ、ほら、それでは、いざ、はあ、はあ、はあ。これバカ取りが何でおめえ仕事ができねえんだよ。今でっかいもんじゃ何か痛いぞ。あいつ目は言ってねえんでね。鼻やめてくれ。鼻は自分が鼻が痛いぞ。この野郎痛いぞ。もう許せねえの。何もやねえのお前。おい何もやねえのお前。何もやねえの。何もやねえの。なあ、もう他の仕事に変えよう。変えなきゃ、変えなきゃ。アルバイトニュースどっか見て。どっち？あっち。それにしてもあれだね。お迎えがちょっと遅いようだけど、どうなってんのかね。それもそうですよね。今年こそは来てもらわないとね、おじさん。そうだそうだ。お、かぐや姫。かぐや姫？かぐや姫。はい。50年も待ってんのに、まだ迎えに来ないの。あたさんもう待ってないで。先月から月のものもないしね。だからもう月も出ないんじゃないかと思って。まずはご挨拶で。女ですか、結構。身だしなりの考えて、あっす。なんか、あっす。あっす。はい、どうもありがとう。商店街なんですよ。私はね、あの大家なんです。どこの田中、田中ってわかりますね。田中、雅子さんとか吉子さんって田中さんって、そうじゃないんですよ。田中、田中というのは大家さんが家賃を取る、そうなんです。貸してるんだ、私は。やる気がないの、ここの商店街の連中は。私はここをね、バッと、こう、なんか、改造してね、アーケードかなんかにバッとしたいんですけどね、店開けてないんだもの。お客来るわけないでしょ、あんた、店開けてないんだもの。もうお昼過ぎてんのよ、あんた、お昼過ぎてんのよ。ちょっと待って、とりあえず起こすから。起こさなきゃしょうがないでしょ。顔見ます？あ、そう？じゃあ、起こすからね。ちょっと！八百屋さん！ほら、遠くや！ちょいと、ほら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 ！なんだか、スポーツなんだか、電気だ。全部早いじゃん、大家さん。早いね。あんたから聞いてよ、このブーイング。何がブーイング？喜んでんじゃないの、みんな。喜んでんじゃないのよ。遅いから怒ってんのよ、みんな。なんで？大体に。あんたが最初にうだ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 って喋ってっからでしょ？そうじゃないわよ、あんた。早くみんな呼びやんいいのにさ。うるさいわね。で、言いますけどね、
お昼過ぎに起きるね、お豆腐屋がどこにいんの？え？お豆腐屋もっと早く起きるんです、暗いうちに。なんでお昼過ぎに起きてくんだよ。あ、もうお昼過ぎてんの今。もうあんたがそういうことよりもね、ちょっとこの人に言ってやって、この人に言ってやって、この人に言ってやって。あ、ここね。一番ダメなんだから。ここんちがね。どうしようかよ。そう。志村さん。はい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 。よいしょ、危ないでしょ、壊れちゃうでしょ。もうこれガタ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 してる、この店は。え？いい？何？商店街っていうものはね、みんなが頑張って一緒にやることできないって言ってるのが分かんないの、あんたが。だからこれ閉まっちゃうシャッター。そうじゃないんだからもう、開けないと。これね、みんなが力を合わせて、ね、ボロいのよこれ。もう商店街盛り上げんの。そうそうそう、分かってる。だそういう風にしないとダメだったって。あんたわーとこれやってんじゃないなー。本当にもう危ないわね、あんたね。やかましいわよ。おやさん、負けずにやんなさい。こういう時代だから負けちゃダメ。早く持ってらっしゃい、早く頑張んなさい、早く。はい、あた。この野郎、本当に女だと思ってバカにしても。これでは気がつきませんでした。これでいきなさい、早く気がついてよ。これでやってください、思い切って。どうしようなんだろう、女か。ピヨー、負けちゃいけませんよ、頑張ってね。はやーでー、新兵器とは気がつきませんでした。遅いのよ、あんたやることが。みんな絶対に今日は勝ってくださいよ。おらー、立たん、立たん。おやさん、何や、ザバー。これは死にませんよ。本当にもう。あ、おはようございます。何、おはようございます。あれ、雨か思って。そうじゃないよ、あんた。何のこの騒ぎは。濡れてるよ、どうしたの。あなたが関係あんでしょ。あなた。あんた。あ、そう、ピックやられてるんですよね。ぼーっと立ってないよ、もう。これが楽しいんですよ、怒られてやお豆腐屋、お豆腐屋さん。はい。あんたも人事じゃないわよ。何が。何よ、あんたもう、もっと豆腐屋、豆腐屋なんか早く起きて、店をピシッとこう綺麗にしてよ。なんで藤川くんやこれじゃ。だってさ、お母さんじゃないわよ。だってそんなこと言ったって。お豆腐屋さん、え、よろしくどうぞね、お願いしますよ。ああ、大変だね、飲んじまったよ。本当にもう。どうやな。え、これあのご注文の品です。あ大丈夫ですか。いや本当に飲んじまったのよ。大丈夫か。大丈夫。まずい水。まあまあこれ。あ、すいませんね。いい、はい、どうぞ。美味しいですから。スイカね、食べ頃ですから。割れたスイカどうもすいませんね。着替えてこなくちゃいけないな、こら。あー、参ったな、こら。そうだ、この時間に買い物しとくか。夕飯な、夕飯、そうだ。八百屋さん。はい。すいません。はい。サンマある？あのね、うちは魚屋じゃないんだから。あ、そう。ありませんよ。置いてないの？ありませんよ。リンゴある？ございます。うちにもあるんだよ。何ですか？邪魔しないでください、人の商売を。あれ。電気屋さん。はい。電気ちょうだい。なんじゃなきゃ。でもな、電気売ってないの。ないよ、んなの。静かにするよ、背中バタバタバタってね。ガタ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 、うるさいわねえの、ほんとに。何よ、またって。なんで通りを散らかすの、こういうふうに。すいません、俺も分かんなくても。もう、だらしかないんだから。もう、ほんとにしょうもないわね。みんなも一生懸命さ、もう。あら、うらしいわね。お豆腐屋の中にスイカが落っこってる。あら、まあ。いやいやいや、お豆腐屋の
肉が怒ってたよ。まあまあまあ、おら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 、ババア、何にそんちのスイカ持ってってんだよ。怒ってたから拾ったんですよ。豆腐屋なのにスイカが怒ってんのかよ、お前。怒ってたから拾ったんだよ。考えてごらんよ。なんでよ。一つのスイカ持ってて、あんたちょっと証拠があんの、これ。証拠って、俺が買ってここに置いてたんだよ。何言ってんの。泥棒返してやれよ。泥棒返してやれよ、お前。返してやるにしてんだよ。父さん買ったんだよ、母さんが買ったんだよ。返してやれよ。私が持ってったんだから。返してやれよ。返してやれよ。早よ。早よ。また怒っちゃったよ。大丈夫ですか。ひどいことすんね。スイカ冷やしてもいいけどさ。スイカ冷えてますよ。もういいよ、このまま置いとこうね、これね。スイカね、うん。あーもう大変ですね。大変だよ、いち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 濡れて。あーもう湧いた。風邪ひかないように気をつけてください。あ、大丈夫。風邪ひかないよと言ってたから。そうだねえ、志村さん、お宅に今日いいお話があるの。何買い物しようと思ったの、お宅って。うちで。そうお客さん、うちのね、ええ、嫁に行ったね、この孫がね、ええ、中学生で今度ね、ええ、バスケットボールに。バスケットボール今流行ってるからね。あれはなんかそのバスケットのボールってあるの。ありますよ、ほら、ちゃんといいのが。ほら、あ、そうほら、ね、俺もこれ新品。おー、はい、ほら、バス、これもそう。そうバスケット、これも、いいでしょ、これ、ね、ほら、ほらはい、ガスさん、はい、ありがとう、はい、青山さん、青山さんって言ったのに、ちゃんとやっちまったか、おいやっちまったぞ、おいちょっとやめてくださいよ。ちょっとやめてください。もう本当にお前も結構ね、はい、母さん、はい、おい、なんとも早間、はい、大家さん、サッカーボール、これがサッカーボールだね。そうば当たってるな、これ。当たり前じゃん、つか。やめなさい、こんな食えねえで、これ。やめなさい、あんたも。私何もしてませんよ。あんた持ってこってせんでしょ、今。私何もしてないじゃん、もう。あれ、みんなにも文句言ってください。何言ってんの、うるさいわね。商売がガタガタじゃないですか。何もしてないわ、私はもう。もうあっち行ってくださいよ。邪魔よ、あんたも。もう大変。ほら、水入ったり、水か食ったりしたら、下痢しまうな、ほら。そうだ。私は大家と申します。大家といえばですね、そうですね、お家賃集めなきゃいけません、はい、電気屋さん、はいはい、お家賃をいただきに上がりました。あ、電話しなくちゃ。どこ、もうちょっと言い訳が上手くならないかしらね。素人でももうちょっと上手い言い訳すると思うんだけどもね。志村さん、お家賃、はい、お家賃よ。え、お家賃、家賃払ったじゃない。払ってないからもらいに来てる。3年前払ったじゃないのよ。指くれてピシッと。3年前の家賃がいつまで持つと思ってんだこの本当に。え、急にそういう風になんだよ。何の話。必ずもらえますかね、家賃を。お願いしますよ。はい、しゃった。豆腐豆乳。こっち見ろ。え、うわっ、思ったら大間違いだいね。イエーイ、イエーイ。八百屋さん、
なんか新人ついてんのかな、はいはい、はい、お家賃よ弱っちゃった。ゴミ捨ててきますから留守番お願いします。またそう言え。重たい。弱っちゃったお前。重たい。頑張って頑張って頑張って上がんなさい自分で。え、自力で。ここで行くか。ここで行く。お家賃だよ。分かってるよ。分かってねえよ。分かってるよ。風邪ひいても知らないの。もう引いちゃってるよ。ビッグ書いてるぜ、ビッグを。実質経済成長 5.3% としています。それに対して連邦記者会見でも完璧で補足で貸す書いてある。政府は物価安定を個人消費拡大の前提にして、それ以上に重要なことは可処分所得を何と言っても言ったらいかんぞ。考え事をしとった。または減税にして、大会は昨年並みの目安か認められないと考えていますし、減税についても政府税調も大蔵省も現状通りの態度名目所得会議中来年度の政府に見積もりでも所得税の負担増収額は2兆7,090億円、そのうちサラリーマンの源泉所得税は、しかし早いとこ決まらんといかにサラリーマンの所得税額が急増したか、また不公平税制の実態が理解していただけると思います。このまま行けば課税最低限は7年間も同一水準に据え置かれることになり、税金は 29% も増えることになります。税制は公平税制の是正は大事だと考えています。これじゃねえだろう。私は法人税制を忘れとった。ごそ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 って言うと思ったら全然違う。バトルすまんすまん、どうも考えんことや。話す、聞いとる話ですよ。分かってる、分かってる、分かってる。本当に苦労ついたことにもあります。大企業が誰しも否定できません。負担能力のあることも認められています。目には目、法人税率の向上、医薬品制度の再検討、特別聴覚制度など全面的に法制化するよう見直す段階に入っていると思います。さて、おもむろに何がおもむろに、起きてろ起きてろ。ああ。
どうもご一つさせないかな。つかんなこういう話はな。あの会議中は起きてるようにね。そうなんですね。どうもすいませんでしたね。おい、こい。こっち来いっつんだ、ほら。何ですか、それ。ボタンじゃねえだろ、野郎。はい。なんだ、そのボタンは。はい。外しとけ、外しとけ。はい。外しとけっつんだよ、野郎。一つぐらい味したってしょうがねえだろう、バカ野郎。どうしたの、ちょっと。寒いですか、この野郎。あんまり言われてどうすんだ、バカ野郎。外しとけ、外しとけ、ほら。はい、はい。どう、はい。帽子も網台にかぶってこように。はい。木出せ、木。木って何ですか、この野郎。木ったらタバコに決まってんだろう、バカ野郎。タバコですか、そうだよ。はい。タバコは普通、シガレットって言います。生意気なこと言うんじゃねえか、野郎。はい。てめえ先輩に立てつくんじゃねえぞ。はい。てっかり。はい。てっかりだよ、てっかり。火だよ、火。あ、おう、はい。火のこと英語でてっかりって言うんだ、バカ野郎。いや、火のことは英語でファイヤーって言います。ひったかぶるしんじゃねえ、この野郎。はい、はい。やっとしてんない、この野郎。はい。俺のスタッフを消すんだ。はい、はい。わざとやったな、この野郎。いや、違います。はい、すいません。よし。すい。いや、僕はタバコはすいません。でけえ声出すなよ、バカ野郎。はい。静かにここにいたんだ。肺がんになるといけませんから。はい。お仕事してるといいんじゃねえ、この野郎。はい。すい。はい。それじゃあ、もうふかしてるだけだろう。腹の中までずっといれんだ、腹の中まで。はい、はい。チンコの先にやりくさくなるようにするんだ、バカ野郎。はい。これはな、はい、こういうのをバチッと飲んでな、はい、いいな、おい、チーンってきてな。あ、そうですか。飲め。いや、僕はダメです。飲めよ。いや、アルコール中毒になりますから。もう、意外と決めるのがてめえ。少し加減して飲んだ方がいいんじゃないかなと思うんですよ。ねえ、バカ野郎。唯一の楽しみとかなんだ、バカ野郎。これ、グッと飲めよ、ほら。やろう。似ても似てねえよ、バカ野郎め。ぶっ飲めよ、ほら。飲んだか。ここで止まってんだろ、ほら。ぐーっと止まったか。なんだい、気持ち悪い。気持ち悪い。やろう、威勢悪いな、バカ野郎。そばっかりかけ合ってやろうめ、ほにも。待ってろ、ちょっと。やろう。先生、イタリアさんは酒飲んで気持ち悪がってます。君はなんてことするな、本当に。ちょっと待って、気持ち悪いでも言わないで。僕は、
私の季節が来たわいな。また来たぞ。したんですけども、なんでしょう。ここら辺でですね。はい。お化けの中じゃ一番怖いっていう志村さんのお宅ってのはどの辺にあるんでしょうか。私だけでも。あ、志村さん。志村です。志村さん。そうそうそう。ああどうも。いやあ、そんな怖いって有名かしら。あの議会の方ではね。あ、そう。志村のお化けって有名なんです。怖くて。あたくさんの初めましてと。うん、今日死にました加藤と申します。はい、1時間前に死にますけど。ありま。よろしくお願いいたします。はいはいはい。それでなんか？それでですね、うん、私あの新人ですね、大変恨み持ったやつがおりましてですね、うん、その野郎一回おどかしちゃんびと思ってね、志村さんに習いに来たんですけど。名前なんていうの？イガリアって言うんですけど。教えるよ、全部もう基本から全部教えるよ、はっきり言うけど。いいですか？教えるよ。それでお願いします。頑張れ頑張れ。はい、マジに。お化けというのはね、恨めしや一言ね、これに全部濃縮されてるわけ。恨めしやですか。そうそう、その言い方ちょっと言ってください。恨めしや言い方を。恨めしや、恨めしや、恨めしや、恨めしや。そうだね、バカって言うよ。もっとお化けって脅かすんだから、もっと声をビブラート、難しいからビブラートってのは。ビブラート、こう癖積んで、あれオブラートだバカ。自分で言ったんじゃないですか。もう声を震わせろ、だからこうやって。うらむしよ。こんな感じで。ちょっと声がいいんだから。うらむしよ。大体よくない、大体よくないってば。あとね、大事なのは、はい、お化けの効果音。効果音。音が大事なの。これがなきゃダメだからね。音ですか？これね。あのお化けの笛なの、これが。私いつも使ってんのよ。これお化けの笛ですか。ちょっとそれやってください。こういうお化け出るでしょ、はい、音が、その笛がふらっと鳴るわけよ。はい。ちょっと死ぬかもしれない。帰るか、お前は。いやいや、お願いします。ほんと、これな、はい、歯磨いとき、とりあえずよな。怖く。俺はちょっと笛吹いてから、あ、来たから、やってみよう。はい、行くぞ。はい、行くぞ。はい、なんかどっか欠点があるんだよな。あ、分かった。はい、血色が良すぎんだ、顔色がいいの。だから驚かないもの、それそうだめ。すぐこういうお化けの化粧しないから。お化けの化粧。そう、あの私はいいの持ってる、いいの持ってる。これね。はい。これかぶってちょっと、お前化粧してあげるからね。これ。これかぶってね。そうそうそう。これがね、私がいつも使ってるあのお化けの化粧品なの。はい。これ今一流だから。あ。これ顔をかけるから。いきますよ。はい。いいですか。はい。はい。大変に怖くなったよ。ちょっとまた死んじゃったわ。志村さん、大喜びで15番テーブルご指名です。またな。加藤さん、
13番でご指名です。私もよ、もう。お疲れさん。中本さん、中本さん、10番テーブルご指名です。いつ指名よ。高木さん、高木さん、4番テーブルご指名です。お疲れ様。お疲れ様。いやいや、お疲れ様。でもさ、なんでこう忙しい思いしなきゃなんないか。ほんとね、私たちばっかしね。どうしてかしらね。混んでるからでしょう。そうじゃないわよ。なんでこの4人ばっかり忙しいの。私はね、あんた方とは違いまして、お客を選んで。イカリアさん、イカリアさん、ましたよ。お立ちの勝ちです。これマヨネーズでございます。ケチャップ、うん、おソースお醤油ですから間違いない。うん、分かってる。はい、じゃあ、お、冷ややっこが多い。え、冷ややっこ。そうなんですよ。なんかやっぱこれが一番いいな。召し上がってください。これ。うん、聞いてんだ俺。ほら。確か。らしいですね。いなりが涼しくなってな。まあね、吸っていっちゃえばいいんですけどね。うん。いただきましょうか。うん、いただきまーす。はい。まだ。はい。僕はもの仕組みだ。あら、あ、持ってきてた。もう来ました。どこ行きました。どこ、うん、あ、いつものとこですね。そうそう、任せてください。持ってこいや、ね、いつもここなんですよ。そう、分かってるんですよ、私は。しかし、母さん、なんだな。はい。このお家も古くなったもんだな、おい。そんなこと言っちゃいけません。ここですね。そうここですね。はい。いつも来たんですよ。お父さんはね、東京で持って一戸建ちの家なんつったらなかなか持てるもんじゃないですよ。そうだな。はい。今日は軽くて済みますよ。はい。隣に持ってきた。あ、こっち来ました。こっち来ました。うん。B パターン。B パターン。これちょっとね、用意したいな。用意したいな。ちょっと古めてだな、おい。はい。ちょっと古めてだな。ここでましょう。ああ、そうだ。もういいですか。ああ、これ。あ、はい。来てんな、おい。大丈夫か、おい。大丈夫か、おい。でしょ。ああ、そうそう。もう長年の勘で。よいしょ。そこで、止まれ。はい、ね、おい。うわー、最近だ。私はね、浜上で負けませんよ。俺だって負けねえよ、お前。絶対この家と負けませんからね。俺だって会いたくもあんだからな。明日このお家に骨埋めますからね。頑張んな。いただきます。おい、
造人間の研究の成果が今日現れる。お前をフランケンと命名しよう。フランケン。あとはお前にこの脳を打ち込めばお前は蘇る。楽しみだ。これ命を吹き込むのではないか。これでお前は蘇るぞ。今度こそは大丈夫だ。間違いはなかろう。もう少し出力を上げねばならねえな。ちょっともちろん。どうぞ。熱かんでもう一本。熱かんで一本よ。はい。すいません。これついでにお願いします。ぬるかんで結構ですから。一直じゃないでしょう。お安くしときますから。あ、じゃあなんかやってもらいましょう。あ、そうですか。うん、すいません。じゃあ、湯の町入りんじゅうを。いよいよ。どうも。こんにちは。おやじさん。はい。ここのお客さん帰ったしか。ああ、帰ったよ。あ、そう。あ、でも、すいません。湯の町入り口にしたり、はい、そうそうそう。あ、どうやら、泣くんじゃないよ。伊藤ちゃん、これから仕事するからね。はい。湯の町入り口でしたね。おつまみに。どうも。お待たせいたしました。
後藤さん、はい、ありがとうございました。僕一人、うん、お父さんお出かけ。で僕もお留守番か。はい、偉いな。僕いくつ？僕8つ。8つ、うん、8つでお留守番か、うん、偉いな。あの僕さ、名前なんていうの？中本浩二。浩二くんか、うん、いい名前だな。何言ってんの？おじさん、お世辞使うならお金使ってよ。僕んとこ商売なんだから。まいった、これは違反一本やられた。まいったな。その通りだ。よし、じゃあお金使おうかな。浩二くんっつったね。はい、浩二くん。はい、お酒あるかな？なんだおじさん、お酒あるかなーなんて人を疑ったような言い方はやめてよ。僕非行少年にしたいのか。ごめんなさい、うん、おじさんが悪かった、うんうん、じゃあ浩二くん、はい、お酒ください。ありません。僕うちラーメン屋なんだ。ラーメンならあるよ。そうかそうかそうか、うん、あ、そう、そうだね、うんうん、じゃあラーメン一丁。ラーメン一丁、うん、はい、わかりました、はい、よ、しばらくお待ちを、うん、はい、ラーメン一丁できんの？すぐできます。うーん、はい、ラーメン一丁、あったかいうちでどうぞ。あーどうぞ。なんだよ、浩二くん。ん？見てよ、ほら。ん？丼の中親指が入ってるでしょ。うん、汚いよ。買えますか？ダメだよ、こういう風に持っちゃ。はい、すいません。それでは新しいラーメン買いますから。買えてよ。はい、新しいラーメン一つ。はい、お待ちどうさまでした。はい、あったかいうちにどうぞ。はい、はい、どうぞ。指が入っちゃダメだっつってんじゃないよ。親指じゃないと。指は指なんだよ、だからさ。それじゃこうか。そうや、そうじゃなくて新しいのに変えるか。もう変えてよ、変えてよ。はい、わかりました。お客さんのご注文で新しいラーメンをお作りいたします。はい、新しいラーメンどうぞ召し上がりくださいませ。どこが入ってる、こんなこの野郎。どんぶりの口を掴むんじゃない。はい、あ、お客さんいらっしゃい。どうもすいません。あ、親さん。はい。いや、ちょっと、まあ、まずいよ、お宅の息子さんさ。あれ、うちのガキまた何かやりましたか。あのね、どんぶりの縁を持つんだよ。あら、またですか。どうもすいません。これちょっと作り直しますから。冷静だからさ。それはもうその通りなんですよ、ね、私もね、しょっちゅう言ってるんですよ、あのガキにはね、どんぶりの縁を持っちゃいけないよってはっきり言ってるんですがね、これからも注意しておきますから。あ、そう。はい、お客様、お待ちどう。はい、はいよ。口持ちが難しいんだよね、これ。口持っちゃいけないってのは非常に難しいんだよね。あ、使ってみてくれ。熱いだからさ、ほら、早く締めた。熱いからほら、そうやってるじゃねえんだ。熱いよ、しばらく。あだから早く食えっつったのに。ダメだこりゃ。熱いね。おしぼりちょうだい。ちょっと蒸すからね、おしぼりまずもらおうかな。おしぼりない。いいんだ。実はおしぼりないお店なんかいっぱいあるもんさ。いい、いや、ここおしぼりないんだ。分かった、分かりました。いいなくていいな。だ、じゃあ、まあ、はい、あの、おつまみなんか決めちゃおう。つまみ。つまみない。
いいんだよ。俺こう見えてもね、根っからの酒好きだからね、つまみなんかいらないんだよ。うん、本当にもう冷やと思ってクーッといけばパッとスッとすぐ帰るから、ね、じゃあ、あの冷やで一杯ちょうだい。コップでカット。つまみ。お酒ない。つまなきゃ分かんない、つまなきゃ。ほらない。お酒ない。ほらない。お酒がないって私のせいにしないでよ。おしぼりがないわ、つまみがないわ、お酒がないわ、なんもないよ、どうすんのよ、あんた。これじゃ終われないよ、どうすんの。うちがない、終われない。なに、うちがない、終われない。待ってるよ、んなことダメだこれ。面白くない、いつもこれだ。わがまま言うなよ、その野郎。お前が自分でやってみろ。やってみろ。そんなにお金もらってない。なんなんだよ、どこでかっこわくなよ。ちょっともう一生一代の力を込めてもダメだ。まあ、いらっしゃい。まあ、いらっしゃい。あ、まあ、いらっしゃい。いらっしゃいます、どうも。どうしました。おばあさん、お客さんが来たよ。どうもね、いらっしゃいませね。どうかしました。いや、若い時からずっと酒飲みすぎたってね、体悪くしちゃったんですよ。酒が好きでね、私もね。大丈夫ですか。大丈夫ですよ。何しましょう。あ、じゃあビール飲もうかな。あ、ビールね。はいはい、どうぞビール。あ、どうもどうも。今開けますからね。無理だ、いいボケやる、ボケやる。あ、すいませんね、どうも手が不自由なもんだから。よいしょ。あ、お酒しましょうかね。あい。好きだったんでしょう。もう若い時からね、10人の時からずっと酒飲んだし、うちの酒屋やってたもんだからね。いただきます。あ、飲みっぷりがいいね。うん、好きだからね。まあ、いいです。あ、おさん、一杯行こうか。いや、私ダメなの。いや、一杯言わよ。お酒飲んでダメになっちゃったんだからね。そう、私はお酒今やめてるから。そうですか。じゃあ、一杯ね。ほんの一杯ですよ、ちょっとね。あ、いい音だね。ちょこ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 。あ、痛い。いただきます。すいませんね。うめえな。もう治ってね。いや、お酒飲むとほんの瞬間だけ治るのね。変なもんでね。今お通し出します。あ、すいませんね。はい。あのさ、こっちの手使えばいいのに。いや、こっちの手もね、こうやって物を持つとすぐこうやって触れたんですよ。変な病気でね。大丈夫？大丈夫です。なんか他に作りましょうかね。あんじゃねえ。あ、湯豆腐もらおうかな。あ、湯豆腐ね、あ、いいよ。湯豆腐ちょうだい。あ、いいよ。ちょっと今、なんのおまじない？おまじないじゃないの、本当はね。あ、いいよってこうやりたいんだけどね。湯豆腐ね。
あっちよ。どっちよ。あっちだ。暑いの。これ使って。あっちな。どうしても手が不自由なもんだから。ああ、これ食べらんないよもうこれ。すみませんね。ごめんなさい。なんかもっと簡単なものがいいな。あ、そう。じゃあおしんこある？おしんこね。うん、おしんこでいいや。あよ。うちのおしんこは、あの、自家製のね、大変美味しいですからね。あぶねえ、おしんこ。ハムで食いますんじゃねえよ。マジじゃねえんだから、さっきさ。おちょいとんだ。はい。お待ちどおさまでした。今ね、おしんこでいけますからね。はい、はい、どうぞ。はい。お醤油かけますか。もういい、何もいい。ビール飲んだらね、おしっこしたくなっちゃったな。大丈夫。いつもね、動けないから、ちゃんとしびれ用意してあるからって、ね。どこだか全然つかめないのね、これ。狭いんですけど部屋が狭いんですけどこれ3畳しかねえんだけど3畳、そういう言い方さ、3畳もあるじゃねえ。4人で5人じゃん。多すぎるよ、お前。普通はお前3人だったら1畳だよ、普通は。嘘？ほんと、そこは揉めないんだよ。いいよ、ちょうどいい。とりあえず、勝手なこと言うんじゃない。規則を守ること。この部屋を出てはいけない。先生は出ていいって言うまで出ちゃいけない。部屋出んなよ。とりあえずは部屋を出るな。今、先生が予定をちゃんと発表するから。部屋出んな。はい。はい。ダメな、自分だけいい部屋でな。お前、それもねえよな。あそこ風呂場だ。はあそこ女湯だ。へえ、おい。わあ、マミちゃんの胸って大きくて柔らかそう。もう、ふみえちゃんだって、もう、ツンツン。あ、毛がボーボー。目をまめにカットしなきゃ。ちょっとなんかレイヤー入ってる。行くべ、行くべ。どこ行くんだ？え？どこ行くんだ？あのお便所行っていいですか？あ、いいよ。はい。お便所こっちだ。おい、どうするよ。おい、音立てずに、音静かにして。どこ行くんだ？ダメじゃねえかよ。どうするんだよ。後ろ見えてねえか。なんとか生きてえな。ちょ風呂入ってんの？入ってない。ちょっと考えるから。考えろお前。待ってろって。え？早く出ちゃうぞお前。早く出たよ。任せろ。なに、なんで？うまいね。頭の中にあいつ。もっと遅く遅く。おお、かけるもんだね。
お茶でございます。分かってるよ。おい、何してんのお前。すいません。何してんのこの野郎。静かに、静かに。バカ野郎お前、なんで入っちゃんないんだよ。入ったらダメだよ。あそこ行くと思わねえもんだったよ。分かった、これしかない。志村。はい。何なんだよお前は。いや、障子の声が悪いもんだから。何？障子がさ、障子屋さん、はい、障子ください。はいはい。お前障子屋か。いや、お前静かにして、静かに呼ぶんだもんよ。返事するやつあるかよお前。別に、いや別に、なんか なんでこう想像してんだ。いや、あのもんねえんだよ。あのその分かんない、なんか向こう庭先の想像してんだ、すごく。そうなんです。予定を発表する。はい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 、はい、ただいまから直ちに布団を敷いて寝る。布団を敷いて寝る。まだ日本語だ。まだ4時半ですよ、夕方の。もう4時半だ。まだもう4時半。もう、あ、こんなに早く寝ちゃいない。早く寝る、埋め合わせはつける。埋め合わせつける。早く起きる。何時起きですか。午前1時もしくは1時半。午前、それ夜中じゃないの。午前だ、午前だ、午前。はい、布団を敷こうか。こんな時間寝れないよな。何でもいいんだ、お前ら想像しいから。もう寝る方が一番無難なんだ。寝る時間に寝るのかよ。すごく寝つきが悪いんだ。だからな、先生はすぐ寝られるように、静かにする。わかりました。寝るぞ。はい。寝るよい。眠くねえな。寝るよい。一生懸命寝ろよ。静かに寝ろよ。よーい。静かに。カタちゃん、カタちゃん、来た
この野郎。かわいい怒ってやってんじゃん私は。うるせえよ。こういうのはな珍しいな。あっお前ら凶暴してねえかって。いやいやいや、とんでもない、とんでもない、はい、なんでこういうものを持ち込むかな。しかしあ、ペットねよ、ペット、ペット、ほだよ、ペット、構えて、はいはい、加藤ちゃん寝るぞ寝るぞ、ほんとに寝るぞ先生は。先生もいろいろな最近はなんかまとまりがつかなくなって。なんだ、うるせえな、不安ね、聞いたでしょ、いびきで。おめえなら寝ちゃダメ、寝ちゃダメって言っちゃダメ。ダメだよ。お前のラーメンからこっちな。なんだか知らないけどな、頭の中もやもやしてな。いいか寝ようよ。いいか。さあ寝ましょう。さあ寝ましょう。あ。おい、だだおい、なんだおい、あ、くせえなおい、うっせえな、くせえなおい、なんだおめえ、なんだおめえ、寝ると屁が出るんだよ、私は集団戦、バカ待てつくん全部出せ、口全部出せ、全部こうやってくれ。それをやるなっての。それをやんなっていうの。やんなっていうの。許してやった。ダブルケージだっていうの。やんなっていうの。やんなっていうの。先生もやんはい。オッケー。もう紐付いてるんじゃねえんだから。先生寝かしてくれ。な、お願いだから寝かしてくれ。もう先生寝なきゃ死んじまうから。な。ああ。やった。俺寝るぞ。冗談じゃない、バカバカしくてもバカだからずっと大変だな、お前。いや、寝るぞ。誰だ、うっせえな、おい、うっせえな、おい、なんだよ、おいじじいだよ、じじい、うっせえな、おい、これ下がらないでねえって、お前ごめんね、止めて。お前、持たねえじゃねえか、お前。ああ、いやあ、息苦しかったな。いや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 、年のせいかな。ああ、寝不足だ、分かった。寝不足だ。だ、寝なきゃダメだ。うわ、私は疲れてる。もう寝なきゃダメだ。もう、いい、これ寝やすいじゃねえぞ、これ。寝しょんべんしちゃった。こんなものはいくつになったって出るものは出るんだ。子供の頃の経験で、いや、黙ってる朝までには乾くからね。寝るぞ、よっ、あっ、はい、おっ、やっか、うっせぇ、懐かしい。おぉ、痛いのはなんだ、これ。顔面神経痛。見合わせと顔面神経痛。体調が悪いことは確かだ。
寝よう、寝る、寝るぞ。なんだってば、パカパ、いろんな匂いがしたな。廊下の匂い、便所の匂い、鼻やられたのはこれはな。あー寝るのが一番だ。寝る、絶対寝るぞ俺は。ぐぐものすごい耳鳴りだよな。ガーンと来て、ガーンと来て、もともと血圧。Why I dream to be your king? Please, can it be my jet? I never, all my life, I will protect your heart, but I can't withstand it.Treasure with the amount of pride they said, love you, make you my queen. Why I have no kingdom, never will I leave you. Yet I am in debt to death. I will kill your heart edges. Yet I start to know me this and make me your source.It's joy, but I'm psychic sadness. Takes the key to my heart while my heart is not a dog. Ooh, I don't mind being your slave. Why I dream to be your king? Please, can it be mine? Yeah, I never.All my life, I will protect your heart, but I can't withstand the hate.